2021年1月1日金曜日元旦、本日の新聞の朗読を行います。今日の三経名の表題は次のように決めました。渋沢栄一について、では音読します。午前8時起床、直ちに体を清め、朝食を終わりて後、家人の念願を受ける。昭和5年1月1日、渋沢栄一が日記をこう書き始める。間もなく年賀の客がやってくる。午前11時には、自ら設立した第一銀行に向かう。頭取以下行員たちと祝杯をあげて訓示を垂れる。銀行を出て孫一家の家に寄って帰宅すると、また多くの客の相手をする。夕食のあとはラジオを聞いて、就寝するのは夜11時。さすが40、50は鼻垂れ小僧とカッパした人物である。89歳の老人とは思えない多忙な一日を過ごしている。91年の生涯で500以上の企業の設立に関わった渋沢は、令和6年度から1万円札の顔となる。今年のNHK 大河ドラマの主人公でもあり、改めてその自責に光が当たる一年になりそうだ。渋沢の出身地である埼玉県深谷市では、9年前から小学校や中学校の授業で郷土の偉人を取り上げてきた。小学校高学年の副読本には、関東大震災に際して渋沢が残した言葉が紹介されている。誰かに何かをしてもらうことを考えるのではなく、今の自分なら何ができるかを考えることが大切である。帝都復興は日本人離れした壮大な発想から大風呂敷と呼ばれた後藤新平内務大臣が
中心になって進められた。去年刊行された渋沢栄一、日本のインフラを作った民間経済の巨人、千曲書房によると、民間の立場から大風呂敷のほつれを繕ったのが渋沢である。著者の木村正人さんは、渋沢が生きていたら財界のリーダーとしてコロナ禍対策に尽力を尽くしたに違いないという。感染の広がりを止められない政府を批判しているだけでいいのか、今の自分なら何ができるかを考えながら今年のスタートを切りたい。令和3年1月1日金曜日、三経名の音読を終わります。ここで感想。渋沢栄一さんはすごい。さらに関東大震災の時、後藤新平内務大臣が東京を復興させるために描いた計画がすごかったということです。もっと早く復興計画を実現していたら、震災後の東京はもっと早く復興してたいということです。以上です。またねー。